Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Okay, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Uh. Do you know why it's so acclaimed musically? Oh. Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it. こんんばは、太宰の哲ですこんばんは太宰の,のあやむですお前ねこの1回目まあ2本撮りじゃないですかはい1本目2本目の間ねお昼ご飯いただきましてごちそうさまでしたね本ほんとまあ皆さんねこれあの聞いてるのは夜だと思うんでねまあ皆さん晩ご飯聞きながら聞いてほしいなと思う、うん、晩ご飯聞きながらって言った<あ>俺、ま、<laughs> いやーこれは先が思いやられるねほんとにねなんかテンション上がってきたね <laughs> あの。 あのテンション上がってこないですこんなんでは晩ご飯食べながら聞いてほしいなっていうのをキュッてしたらね俺がね、うん、これがねあと危ないとないとあんまご飯と合わんくない <laughs> なるほど <laughs> あんまりご飯のお供にはちょっと刺激がね刺激がちょっと強いというかお前ひじき残すなよ言うなお前それお前昼ご飯の俺がひじき残したことを言うなひじき残すなよ ひじき残した歩くんに食べてほしかったわでも最初に言ったやん俺が<じ>お前食えっっ言ったねひじき食えってなんかほんと俺に食わせようとしてさ俺がさ食べてくれるとお前思ったんやろうな思った普通にほんとそういう時だけ21を出してくるよなどういうことどういうことなんか甘えようとしてくるやん俺に <laughs> はしてないしこれ歩くんを、ね、頼むわみたいなのさ結構あるやんはなんか鉄が苦手なことを俺に頼むわ言うことあるやん けど、てつさ、俺が苦手な状況の時って、あんまり俺を助けんよな。<laughs> どういうことなの何それガーイライラしてきたちょっとて。<laughs> 一個もね、俺、例題が思い浮かばんよ、それは。俺さ、大人数苦手なんよ。あ、そうなし てるみんながみんながね知らんからさその俺もそっち側に立たんといかんじゃんそのみんなやむくんがえそうなんてなるよ俺がここで確かにって言っちゃったらもう終わっちゃうねこやめこういうのって大体もう一人側がクエスチョンしてやめ話貼ってんやめて 悲しくなるから <laughs> あのこれ「悲しくなるからオチ」の展開じゃなかった多分絶対最初は <laughs> <laughs> こいつこいついかん <laughs> こい,ついろんな逃げ道を知り出しとるな最近君は俺がさ大人数でさこう結構乱打戦になるの俺苦手じゃないけどさそういう時さあんまり俺にパスくれんしさ俺を助けようとしてくれんよな, <laughs> なん本当に <laughs> そのこの前、はい、皆さんでご飯あったじゃないですか KOR、はい、の, K の,そのトランジットさんとかインクルさんとかさ。はいはい、そのね 西津さん渡辺さんっていう,こう、うん、結構もうファミリーみたいない俺ねほんと苦手ああいう場すっごい俺、うん、ああいう場って俺楽しいんよおーおー楽しくてさ俺そこにおるのすごいあれやなんていうニコニコしながらおるんよ俺割とおーおーけどさやっぱりさこう芸人さんだからさこう結構みんな応酬するやんツッコミとかボケとかでてわーってなる中で俺ね ニコニコしちゃうのよ。おお、しとるね。確かに、そう。 でもさその中でも哲はさ、うん、割とさこういろんな人と喋ったりとかはい、はい、ボケたりとかそれこそ渡辺さんとかと喋ったりみたいなのが、ねうんうん、あるじゃない、うん、俺ねニコニコしちゃうのよニコニコしてでも俺なんかボケなっていう考えがあるから <laughs> ボケんくっていいよ別にその,そのスタンスタンスがおかしいそうなの、うん、俺ボケなって思ったからさその、うん、みんなでアイス取るっていう時にさ原さんがさこれがいいっていうのがさ俺それをわざと取るっていうただのよくないことをしたんよ <laughs> <laughs> 粗いボケで粗 <laughs> い,いボケで原さんから「マジで何んのお前」って言われるっていう<あー> <laughs> もう俺どうしようそのもう空回りや俺じゃ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 違う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 違 好きななんんやけど好きなんよその<ー>みんなでこうバーベキューだとか流しそうめんだ、うん、キャンプだとか結構好きなんやけど、うん、そのこと芸人さんが多いと、うん、そのむずいんよ <laughs> なんかなんかせななって思うけど、うん、でも何もせんやったらさお前なんか喋れよみたいなのやっぱあるやんはい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 やっぱりでもそれはね多分ねありがたいふりなのよえ 本当に多分その芸人としては今日はねなんかね本当うまく返せんのよなるほどねだけどああいう場でもみんなで喋り寄る時とかでもね大体ねそういう時にね俺の横におってねこう「あやむちょっとお前これ見てみろよなこのインスタンおもろいやろ」って見せてくれるのはヨネさんああそのイメージあるわ俺もそうヨネさんってこうあこいつあんま入れてないなみたいな時に結構スッてこう横におったりとか何かしてくれたりっていうのが、ね、やっぱ多いのよ だからね俺ね KO あるから米さんおらんくなったら終わるえ本当に <laughs> そに前の週で米さんの文句さんざん言ったけど<ー> <laughs> そう,そうだからまあそれも得意になっていくんやけどでも本当はあの米さんの立場を哲がやってほしいなちちちちのうわありいやあ、うん、イライラ <laughs> イライラめ <laughs> <laughs> ちゃってう <laughs> じゃあ歩あくんねああいう場あるじゃないみんながいるところでなんかモジモジしてるみたいなモジモジしちゃうの俺そのなんかさ俺の横めっちゃ来るとないああいうの助けてっていうのがあんのよだけもう俺助けんやん別にそうお前はもうヨネさんの隣にモジモジしときゃよ,けよずっといやだからね俺ね本当にねヨネさんの隣に座る癖がついたもんとかヨネさんの前とかにああいいじゃんいいじゃんもうそれでそうでも本当はあの立場哲やったらもしかしたらこう もっとうまいことこう回転歯車と歯車がああああ点と点が線にみたいなのがあるやん。<え>そういうことが起きるかもしれないなって俺は思ったんですよ。あああそ お願いいしたいだ俺がだけどあの時そのずっとプロデューサーのリオちゃんを口説いてたわけじゃない口説いてたねあれはそしてたらなんかもうずっとうんこがついてくるから隣に <laughs> うんこって言うない、<laughs> でもこのうんこどっか行かんかなと思ってたの俺はうんこも大事やん <laughs> うんこも大事やんき生きてくにはさ <laughs> 生きてくにはうんこも大事 <laughs> 大事なんだからさその頼むわ本当に助けてくれんなって思ってる俺,俺さそれマジ思ってたことあってさ仮面の時もさその写真撮影してもらったじゃん、うん、お俺ね写真見たあれ 仮面のそのみんなで、ね、後ろ姿とかいろいろなポーズやばいもう歩くんが俺に寄りすぎてさもうそのなんか変な距離感そのなんかずっと多分間違えてるんやろうね何, <laughs> 何がもうなもう嫌やわもうストレスやわ <laughs> 間違えてるとか言われるのはストレスやわでもお前が間違えてるの俺から言わせればえ 相方の扱いを間違えてるのえででで普通距離感ってあんのよその一人人間のパーソナルスペースの一人だけんか左側かにバグってるちっちゃいや俺もう俺とほぼかぶってるみたいないやもうにどうかしたいのだからにしかもそれさ状況に応じてや部もいつもそういうやつではないやんその時の環境によってさ自分がうまくしゃべれんとかカレーライス作らされたりした時とかんか振り回されたりとかいろんな状況 教科においてのみそういういことを取る、そういううう行動を取る。うん、そそれ不安なんだからそ、あのー、やっぱ都合いいですよねやじゃあ分かった一貫して俺は鉄にくっついても、うん、いやですそれはそれは違うやろだってそれは違うやじゃあもうじゃんけんなじゃいやだけ俺以外の規制先を見つければいいのその米ネさんかなそうだけ米ヨネさんはおった時は米ネさんに行けばいいし、うん、その他かのもうヨネさんがおらん時は仕方ないけど誰かにみたいないやでもいつもおるのは鉄やん いやこれオープニングトークで長く話してるなって自覚はあるよ、うん、あるけど俺は <laughs>、うん、俺んよこれは<え>その哲がいつも近くにいることが多いんだから哲と俺がこうマッチした方がいいのああなるほどねじゃあじゃあ俺も言わせてほしい、うん、じゃあそのでも俺のあの感覚もあるやん、うん、俺の距離感というかうん、うん、それを危うく出してるっていう自覚はあるじゃん まあもうだからもうそうなってくるともう情報よな、うん、その譲り合いが起こるよなここで, <laughs> でじゃ俺いつもここね歩く君がなんか一方的に言い出して俺がそのちょっと引いてなんかそうなってるの毎回これこれル呼ぶわ俺ル<え>ちょっとあなた薫っ,ってルっ,って呼んだらすぐ来るみたいな感じそういうこと <laughs> そういう設定だからあれそうあれ今だどっちどっち今はアヤム <laughs> <laughs> 今はあやぶもうやめて俺に別の人格をこれ以上作らせないで <laughs> ただでさえ人格がおかしいって言われてんだから <laughs> <や>です<も>生まれてすぐ,すぐそうやって人格を作って逃げるお前はお前は自分と向き合えお前は自分一人戦っていけもうやめてください <laughs> 次に行ってください <laughs> 次に行きますか <laughs> せーの KOR ダザイの危ないトゥナイト KOR ラジオの危ないツナイトメール届いてます。はい、ありがとうございます。ラジオネームシュノさん、シュノさん。 今年の正月の RKB ラジオの特番で福岡吉本の芸人さんたちを知りました、うん、ありがとうございます4月から KOR として3組の芸人さんが配信を始めて今のところトランジットと太宰を聞いていますありがとうございますトランジットは新田さんが大好きなホークス情報も聞ける野球塾もしていることもありうん、うん、安定して面白いなと思い聞,き聞いています、はい でも太宰もなかなかじわーっと面白くていつもニヤニヤしながら聞いていますあ,ありがとうございますね年齢が哲さんより結構上のかっこ50歳の私が言うのも変ですがあそんなことないですよ志野さん歩くんがこのコンビのリーダー的な存在と思っていたのですが聞いていたらなかなか哲さんの方がしっかりしていてそのギャップも面白いです m 1グランプリも1回戦突破していましたねまあまあまあ

はい、1回戦なんですか、書いてありますか。突破しましたね。突破しましたよ、これはもう拍手でいいんじゃないですか。はい、おめでとうございます、これは。いや、もう問題は二回戦です。ただただ。まあまあ、そうなんやけどね、一回戦も暑かったね、俺たちね。いやー、激熱よ。熱い友情やったな。友情。は。本当にもう、俺たち二人の力というか、もうその当日もさ。行こうぜって言っても、うこう。 拳と拳を合わせてさもう習字とアキラっていうのかな桜木とルカワっていうのかなそのこう熱いものが生まれたような俺たちの間に<ー>だからそれもあって一回戦やっぱ突破できたんじゃねえかっていうのを俺はすごく思ってんのまあでも「ドラゴンボールスーパー」ではあの二人もね仲間みたいになってるからなめっクせ編の悟空とフリーザです

コンコカフェって何かアイドルの日向坂っていうグループのなんかカフェがあってそこに3人で行ったのよ、うん、ではじめさんとつのちゃんはめっちゃアイドル大好きみたいなあそうなんやそう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 俺全然知らんけど行ってんけどさ、うん、その興奮具合がすごくてその2人の 2> うんもうやっぱみただな すごい写真女の子の写真めっちゃ貼っててあそのアイドルなのよそうそうそう<ー>うわみたいなめっちゃ楽しそうなもう全然分からなくてさ、うん、そのなんか人生でさ一回も誰かを応援したことなかったけんさ <laughs> そのなんか語弊のある言い方でそ,そのお兄ちゃんの部活動とかお姉ちゃんの新体操そういうのを見に行くぐらいのその<う>音楽のライブとかもさこの21年間で一回しか行ったことないよ俺えそのラッパーとか好きやんそうそ,うそう実は そういうのも言ったことないいやなんかそういうのってクラブとかじゃん、うん、でもなんかさああいうのってちょっと違わん,あ<ー>んクラブってさもうみんなさ自分がなんかうええみたいになるために行くところじゃんまあ踊ったりとかね乗ったりっていうイメージはあるでもさそのアイドルを応援したりさその芸人もそうやけどさお笑いなんか見に来て応援するみたいなやつあるじゃんあれってなんかまたちょっと別というかさまあそうね、まあ、パフォーマンスを まあお客さん側が座って見るじゃないけどそんな感じではあるかも、ね、その全然わからんかったんやけどさ、うん、その興奮具合を見てこれ俺なんかめっちゃ楽しそうやったっけんさ二人がいやまあでもね、うん、確かに盛り上がってるのは楽しいんじゃない,いそ,うそうでなんか喋ってるのも楽しそうやったっけど、ね、俺もなんかのファンになろうかなと思って、うん、俺とか <laughs> 俺とかじゃないす <laughs> めっちゃの俺,俺にしとけばみたいな少女漫画のあ,ありありありじゃないのならないんだけどもそのめっちゃさ楽しそうな感じに見てさいいなと思って俺も相方の一番のファンとか俺は最高やと思うけどね全然キモいですそんな絶対しないんだけどもで俺思ってたのはそのカフェ行った時に、うん、<laughs> でもさ <laughs> 商品頼むよ。うん、で来たま,まずなんか最初も商品頼んだ時もなんか俺たちのことアイドルはなんかお日様って呼ぶよ。<laughs> えどういうことどういうこと<笑><笑>なんかファ,ンファンの人たちの名称がお日様っていうらしいあファンの人たちに名前ついてるんや。俺たちもあるやんでも。な何 太宰いいのファンは「ベイビーズ」「キモ」!「ベイビーズ」って言うんですか?「ベイビーズ」ってええ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 知らんいとやばいです <laughs> お日様って言うんやでもそのファンの人のこと「お日様」って言うて「はにゃ」っそうちょっと「あれ <laughs> はにゃあ」あれおかしいってなって、うん、そして「頼の注文した俺カフェオレ注文したんよ」うんそしたらそのカフェオレの名前が「君なんかでもポジティブになれるカフェオレ」やったんよこれ <laughs> <俺> <laughs> そのさ <laughs> えっ なめてるんと思ってるなめてるややばいよくないこれよくないぞこれでも問題さあ歩くんもさちょっとアイドル知ってるやん多分そういうのこういうこと言うとさ怒られるやんまあさ怒る人はおるんじゃないかなえでもみんな気付いてほしい君なんかでもポジティブになれるカフェオレってすごい名前だと思わないやみんなそのまひってるんよ多分ちゃんと見たら面白いという感じやだろ その多分ね、うん、そのアイドルを応援するやん,うん、うん、ってなるとやっぱそのアイドルのことはもう全肯定というかいやと思うんよなえう、ま、マジでだけどそのカフェオレ確かにそのネーミングだけ聞くと<笑><笑>ひどいネーミングではあるよねその「君なんかでも」ってひどいやんその <laughs> ゃんに全部飲ませた俺は。 えまあ、角は多分自分のことを俺なんかがって思ってそうやもんな <laughs> 思ってそうやねんい, <laughs> <laughs> いやだけどそのねその何て言うかなあの緩急はやっぱお笑いにつなげれるんじゃないかと俺思ってさその <laughs> まあ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 でもアイドルの中でもかなり特殊やと思うわよ<お>その君なんかでもは本当<う>結構え笑ってないんよそのはじめさんと角ちゃんはで<お>俺これめっちゃおもろいっすって言ったよおあ <laughs> えもう <laughs> 俺が少数派なんかなと思うその店においては <laughs> 多分もう鉄が少数派よびっくりこいたけどねいやだそのねアイドルのその応援ってそういうことなんよ<ー>その本当にそういうことでも愛しくなるんよそういうネーミングもおそらくね応援するってそういうこと、うん、そ,そこそこすらも愛しちゃうってことそうわなんかこう一生懸命考えたんやろうなとかその名前 <laughs> <え> <laughs> そんな優しくなれる裏の裏の裏までで多分呼んでい ちゃゃうんじゃない。だから多分はじめさんとかつ角君はさ「さん笑いよる鉄」を見て「うん、何やこいつ」と思ってた。うん、な何がそんなにおかしいんやんえー、いやおかしいけどね。<laughs> だから俺だけ、まあ、俺これこんなんが普通に分かり通るなら。ああ 他のアイドルもちょっともう結構やばいのあるんじゃないかと思ってさ探そうと思ったんやけどさまあまあまあでもその良くないよそのスタンスその、うん、なんかちょっとバカにしてやろうみたいなそういうスタンスは良くないよ良 <laughs> くないこのスタンス良くないことは認めた上ででもみんなにももっと気づいてほしい、うん、そのそこの身内だけでさ、うん、楽しんじゃってるやんそれ何ていうか、ん、そのファンの間だけでさその名前はもう普通になっちゃってるやん まあまあ普通というかもうなんかもうしょうがないよね <laughs> でもそれ以外の人ってそんな見ないじゃんそのまずその名称に出会うことすらないじゃんでもちょっと出会ってみてほしいみんなそのもっと探ったら地下アイドルのなんかグッズの名前とか面白いのあるんじゃないかと思って俺はもうそれすごいなと思ってでも検索したいけどその何検索したらこういう系が出てくるかもわからんやんお笑いにつなげかつながりそうやなと思ったんやけどそっから発展途上のまま。 もう俺は春を告げるイチゴ見る子なんだ。<laughs> <laughs> King of r a d i なざい危ない危ない。やらしいなんかさ応援する側に立った方がいいんじゃない？え？何かをそのいいよ別にバンドでもアイドルでもいいけどさなんか一つさこの人のことは応援してるみたいなその経験ができればそのちょっと気持ちも分かって。 より幅が生まれるんじゃないその考え方とか、ね、いやそうやなその考え方めっちゃ大事だと思うけどどうなんその日向坂のその行ったんやろカフェあ<ー>あかわいいなとかあこの子いいなみたいなのないいやなんとも思えたでお前ほんとやばいぞめっちゃすごい楽しかった雰囲気的に<ー>でみんなうわーみたいな写真とかも撮ったりして <laughs> やでも何とも思わんかったというか写真撮んなよじゃあそうなんかはじめさんが最初に「鉄もやっぱ推しを一人見つけていくべき」あまあ俺もそう思うわ誰か一人見つけるとやっぱ見方も変わるしねもうでももう着いた時に名前も忘れとったやっぱ <laughs> や人見つけはしたんやそうそうなんかこの,あの同級生にしようと思って<あ>2001年生まれの子にしてああなるほどで,でもねそうなんか やっっぱおらんとダメやわあれってその,その場になんか、ね、そっちの方がまだ分かるそのライブとかやったら分かりそうな気する行ったことはあんまないけど<ー>そなんかうーわー歌ってるめっちゃイーみたいなだから今後さちょっとはじめさんにでもいいけどさうん、うん、お願いしてさ「連れてってもらい」いやいや「アイドルはもういい」「そうもういいですよ」「一回連れてってもらい」<え>「そしたら分かる」「全然違うぞ」「ガチで、ね」「だから連れてってもらい」 いやーちょっと <laughs> 一緒行くちょっといやまた新しく俺たちで見つけようああこの、うん、でそのなんかさやっぱ激ヤバなアイドルとか発掘せんそう地下アイドルみたいなねあ<ー>、うんあで握手会とかも行こう2二人でうん <laughs> そしたら何か変わるはずやんあーなるほどねいやでもんか1人ちょっと見つけたいな俺それ なんかねなんか見つけた方がいいインスタとかでもさ俺全く知らん人とかフォローするのよたまにそのそストーリーめっちゃおもろい人とかおったらその感覚で行ってみろいやでもねやっぱそういうところにやっぱいろんな面白さって出てくる気するんよオッケーじゃあ分かったじゃあ今度地下アイドル漫才作ろうな地下アイドル漫才一本作ります僕ら地下アイドル漫才作って地下アイドルの前でやろうなえうもちろんだって俺たちもこう出る側なんだから劇場来てほしいじゃない お忍びでも<笑><笑>そのなんか推しのやつおる激ヤバ地下アイドルみたいなやば<俺>ければやばいほどいいわ地下アイドル全然分からんなご当地アイドルとかじゃないそれこそね福岡をほら橋本環奈さんを輩出したアイドル,ルめっちゃ可愛いよねそうそうそうだからやっぱ地下アイドルの可能性もねやっぱ地下アイドル追っかけよちゃんとえその情報をああなるほどねなるほどね、うん 別にアイドルにくくぐってはないんやけどもそなんか応援したいなっていう、うん、ちょっと探っていこうこれはじゃあそれで、はい、探っていきましょうキングオブレオダザイの危ないくない、うんええ？私だけじゃない <laughs> 以前あやむくんの声を聞いてジンマシンが出たという投稿をしてごめんなさいありました嘘ですあう おお嘘かよ <laughs> 傷ついたよ <laughs> 俺はただ蚊に刺されただけでした気持ち悪いとみんなに言われすぎてか最近歩くんが普通の若者感を出そうとしているように聞こえます <laughs> 面白さが反映するのでやめてくださいあやむは歩であるから面白いんです歩を極めてください遅くなりましたがお誕生日おめでとうございます流し屋はるちゃんからはるちゃん <laughs> はるちゃんっていやちょっと俺ちょっと前半怒ろうとしてしまったわえ そうなんかね「ジンマシンが出ました」はい、でも蚊に刺されただけでした、はい、何箇所刺されてんじゃん <laughs> めっちゃ刺されたやろそりゃアナフィラキシー起こるやろ <laughs> 危ないねあれは危な,危ないんだから <laughs> いや綾部君ねその若者感出そうとしてます <laughs> いやそうそこもちょっと怒ろうと思ったわ <laughs> えそのなんか若者感出して若者だしね俺まだ28だし鉄が若すぎるだけで一般的に見れば俺まだ若者ようんう若者よ <laughs> ちょあれあれ自自問答自自が始まった今若者やって思ってる<ー>俺は心はいつでも18位ぐらいでえいいじゃないアイ,ドルアイドルみたいなアイドルみたいなことなんだから <laughs> けどちょっと最後のさ誕生日おめでとうございますって、うん、はい俺ほら誕生日祝ってくれた人少なかったから <laughs> あれあれ <laughs> 嬉しいい今年1年その言葉に弱いあみんなこれどんどん使っていきましょうだからもうお誕生日おめでとうございますって言ってくれた人には怒れんでも怒れん、うん、ありがとうとしか言えない俺はまだ今年いっぱいは全然いいやろうん今年いっぱいはだけど、ね、来年の7月10日まではうん 少なすぎるんでねとそうに誕生日おめでとうございますって言ってくれれば俺はもう全て水に流そうと思ってるんであそ,れそれいいねそう本。本当にほん本当滑ってもやっぱ誕生日おめでとうございますで、うん、それで、ね、<laughs> とかなるな、ね、らんやろ <laughs> 絶対 DJ 松浦と「あやぶしてのびしろしかない本当にイエイ」yeah. ま、イヤホンで聞いていたんですが家族にも聞かせたくてスピーカーにしてみました、うん、あほん校内放送とかでやってほしい、ね、おばあちゃんだけが聞いてくれました ツさん,んさんが大滑りしても回復術でまた起き上がる姿に惚れてしまいそうですツ、うん、さんがどんな女性に惹かれるのか聞いてみたいですむさんには好きな果物を聞いておいてください, <laughs> っていことで、ね、<laughs> ラジオゲーム<え>丸虫商店さんからえ何ですかまずツですかはい哲には質問2個はい俺には1個 1> そうですねあの好きな果物を バナナですでは次にいきましょう <laughs> 答えてないですえ答えてなかったですか好きな果物、はい、バナナですバナナでした King of ラジオネームあら粘着力こんにちはこんにちは新エピソードを聞きました、うん、師匠の話もっと聞きたいハート今回は師匠たちに刺激されて短歌を読んでみました <laughs> PS 夏って本当に暑いですね を地上波に推薦します <laughs> 顔怖っ <laughs> 顔怖っえチ下打ちを乗せてやろうと下打ちが出ちゃいましたけどど,どうしたんですか機嫌悪くなっちゃって俺 Y あいや夏あも,うそもうそれ忘れとった俺今 <laughs> びっくりした俺 Y ねい<や>やもうね俺 Y にもいろんなパターンをね <laughs> 持っていかなきゃいけないですけど元気がない 俺は低くてちっちゃい。<laughs> 低くてちっちゃい。あやむくんです、これ。ただの <laughs>、身長が低くて。何その、はい、夏が暑いとか、はい PS で書いてあるよね。はいはいはい。んなん当たり前やんえ夏が暑いなんて。<laughs> 怒ってるぞ、こそこ。な、その、当たり前のことを PS で書くなら、そこにあやむっていう単語を入れる余裕があったんじゃないかな。 ああそういうことねまだ反省してない不箋の粘着力さんは線の粘着力はもう全然届かんむく君の気持ちが分かってないてこと俺の気持ちが分かってないどころでもないよ本当にえういうと届いてない聞いてない俺の声を全く俺の話をしてって言ってんのはあごめんなさいごめんなさい本当に不箋の粘着力次は絶対分かると思う俺の俺の 俺の話をして、ね、これは皆さんぜひしてあげてください。僕のあげてください。こ<れ>俺の話をしてって言ってんの俺の俺の俺の話をして、ね、皆さんぜひしてあげてください。僕のあげてください。 すごいな, <laughs> なんか俺たちのこの尻拭い全部ジングルがしてくれてるような気がするいや最高のジングルよだからさあ今回ようやく俺の回しがやってきましたよイエーイさあやっていきましょうちょっとお前のテンションが上がるな違うわなんで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  <laughs> 俺がイエーイだからでででで,でそうで歩くんの MC でお、うん、鉄もチャレンジャー<あ>イエーイ一緒に喜んでくれてるってことそうもちろんもちろん相方かよ

やっぱりね鉄っていろんなところでこうやっぱ前に出てほら前、まあ、言ってたじゃない、はい、こう滑ったりもするけど、はい、でもやっぱ前のめりでいろんなことに挑戦して,ていはいはいはいっていうもう大喜利とかそういうのもさはいもう俺なんか置いてくレベルで成長するよって、うん、もう頑張っていきますよ鉄は言ってたじゃないはいだから俺もやっぱりその一助というか助けになりたいえそんな私になりたいのだから今から俺がこのスケッチブックをはい <laughs>、うん、パラパラパ,ラパラ パパラパラ,パラってめくるからここに書いてあるお題をすぐパーンと答えてえ大喜利しろってことうんあなるほどねなるほどねオッケー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 そう俺がチャレンジしたらいいあだから、うん、テンポで言うと、えー、パラパラパラでテッ哲がストップって言うじゃん,うん、うん、でストップとこで俺がお題をバーって読む何 <laughs>、えー、とか何とか何とかとは なんとかですこれぐらいのああもうポンポンポン考える時間もないそう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 だからもうこれはもうあれをね10本グランプリ10本グランプリ10本グランプリえっ1本じゃない1本じゃないなんでうんまあ多い方がいいかなちょっと待ってんあや綾くん大喜利逃げとんだそこ確かにな今なんか 簡単なやつ出してみたら何か確かに今のちょっと俺逃げたか俺逃げないっても決めたないけどなこのいこ行きましょう来い来いかかって来い来いよもうポンポンだからねポンポンで書く時間なんてないそっかも書く口頭やもんな口頭だから来い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 パラパラめくるよはいスタートストップって言わんとごめんごめん寝てたごめんなップって言わんんんんんとごごごごめめめめいいよもう寝てた寝てた楽しい 行くぞ。いや、ね、楽しい行くく。おい,いスタートストップ一年記念日彼女に送るプレゼントとはうゴ、ん、ッ <laughs> ダメだよ。えなだはい。え何やはい、次してよ次してよ。もう一回行くぞ。はい。おい、スタートストップ <laughs> あなスタートスタートスタート今不正したやろ。 <何>お前ストップのタイミングちょっとずらせえや <laughs> 同じやつやるわじゃあもういいわもう同じやつやるわ一年記念日彼女に送るプレゼントとは僕のアニサキス <laughs> 次 <laughs> お前おレスポンスはくれんのこれ一本とかさそのダメですとかないそういうのうんダメです <laughs> <laughs> あのちょっともうちょいあのストップ,ストップあの一回ルールとかちゃんとしてその終わりとかもないとこれ永遠にただきついかもしれんから ピ<あ>ンポンブーいいねじゃああかあくんえなんか考えてきてたよ <laughs> え本当にそれのみできたただ <laughs> 俺はこれをしたいの、うん、テ人ほん当かもともとヨネさんとやろうと思っとって俺にしてきたとかじゃないよなそんなこと言うな<え> <laughs> ちゃんと考えてできてくないけんこれやりたいやん <laughs> もうもうないです <laughs> ブーボンないあったあったあったよかったよかっただから良かったらはいあ悪かったらおおどっちもピーボよあ、こうですオーケーオーケー分かったこれいくよこれもう俺もう本当にこれもうテツとやりたいがためのものなんだからあーあーほポッドキャストってもう遊び場なんだからこれほんに俺がやりたいことやろうってなってるからいくよこれ準備したんだからいいよいいよいくよもう一回いくよはいスタート いや、言わんとここやストップ言わんとーいごめん、寝てたし、ちょっと寝てたし、しかも、あの、早いわ。短くて、その、うーんとかないもんね。その手動やから。手動だから。早いんだから。鉄拳さんの2秒目ぐらい。めくっていくのね。めくっていくの2秒目ぐらいで終わるからさ。だから早めに言ってくれ。頼むよ。よーい、スタート。ストップ あちょっと行き過ぎたなもっかいちょっと待って <laughs> ちょっと待ってこのこの企画ちょっとあのえその俺だけでいいのよ <laughs> きつくなるの, <laughs> のなんでなんでアヤム夢君がその顔赤くなってきつくなったのさすがはむずいちょっとさすがはむずいちょっと待って頼む <laughs> ちょっとやらせてくれ <laughs> やろう <laughs> <あの S 2> <laughs> 楽しくやりたい俺はもう分からんくなってきてどういうのかストップって言ったらオッケーオッケー。おいスタートストップ何もないわじゃあ何も書いてないところもあるんよ俺の怠惰がここに出てんのなんかさそのいつもさ始める時前もあったけどさ「はいクイズ始めます」みたいな言ってなんかその答え全然違うみたいなあったやんこの前全然としたい 今回も、謝ろう、MC でなんかコーナー始めまーすとか言ってその、なんか、ずっと、その、その、なんか、なん、なんていうやろね。涙出てくるわ。俺が泣くやつだよ、このちゃんとしたいのに俺。多分ね、多分俺が泣くんよ、これ。お前は、泣いちゃ、ダメ。なんでなん何もないページあるストップで。俺の対納 あじゃあお題も即興で,で即興でございますか <laughs> あるところ出るように,に願うよ俺は <laughs>、はい、ストップ言ってねよ、はい,ういスタートストップ <laughs>、えー、視聴率40%を取ったドラマの伝説のセリフとはメカゴジラってなんかでてるよな <laughs> ちょっとね俺もやばいしここ俺よくないとダメだよ多分今の展開的になんで俺メカゴジラって言ったのゴジラですら今出てくるワードじゃないのになんでメカゴジラってちょっと進化させてたねんでなんこれでも俺はもうなんかちゃんとできてるなって感じがしてちょっとすいませんすいませんすいませんすいまくよストップ会てに来ていたスタートストップ デスメタルバンドのボーカルがデスボで叫んだ一言とは、はい、ねえちゃん、はい、バッグはちゃんと両手で持ってろよ。<お>よ,<し>よかった、やっと一ポイント。いや<ー>これはね素晴らしかったです、ねうん。あよかった。はいもう次行きます。ほとん,んどんまだまだお題はあるから <laughs> まだまだ。 まだまだあるからね。行くよ。価値とかあるよそんなか<に>。特に何もない。あの基本的に負けかその普通かのどっちかの勝負なの。誰 <laughs> と誰者。よーいスタート。stop。えー。<laughs> 拍手が出た。やばいやばい。拍手。えー。夜間の紅茶を飲み干す時のえー。や<る>美味しくなる一言とは。<laughs> <laughs> これはおもろいわ <laughs> そしてごめん紅茶ってやかんで沸かさんよなキン,グオブレディオンそうそのあやむこのその何かちょっと実家へち,ょち,ゃんちゃんとしたの持ってきてその全ページ <laughs> ちゃんとした何かお題書いてほしいかも。 調子にしては頑張った方やけどな <laughs> ちゃんと怠惰あるやんそのページの中に結構な確率で怠惰引くんよないやそのなんかねいろいろ赤とか青とか<ー>文字は文字の色はこだわったんやけどな最後これだけやりたいんよえとこれ二人でやろうぜ 俺出そうかじゃあそのもうあやく答えたそうやもんそのその配慮大喜利ってなんかええってなるけどちょっとこれ二人でやりたいんよあいいよいいよお互いにやりたいんよ俺がまず出すわ同じやつ出してあわかりました篠山信さんが30年愛用しているカメラのシャッター音とはああパカッ

つくん選んでお題をい、うん、きます歌舞伎町ナンバーワンホスト、うん、あいやンの座右の名とは、えー、金は落としても女は落とさない <laughs> <laughs> これむずいな違う違う違う,違うちょっとこいつすごい。違う違オ違う違う違う違イの危ない違う違う違う違 これむずいなじゃないのよ。それ <laughs> あやむくん。これなんかその俺よくなんか。普通にあやむくんがさ俺一緒にやりたいみたいに言ってきて、うん、そのめっちゃおもろい回答出してお前考えてきたやろうとかでいいのよ。考えてきてよかったんだよ、うん。そのなんで勝負した。んちゃんと、うん、<laughs> その今でやった。いや。やっぱそこは芸人としての力を試そうと思ったんやけど、うん、試すな試す。あまりにも腕力がなくて。<laughs> <laughs> あと「アブナイトナイト」はそのちょっとその良くないよその俺らがダメージを負うってこれは本当に <laughs> いやでもこれを重ねてって俺たちは力をつけようっていやもちろんこの企画が大好きよ俺は本当に面白いし、うんうん、また考えてくるよ綾瀬君はじゃあもう考えてきてその答えまで答えまでね <laughs> でそのなんか あの感じの話でその、今考えましたよの感じで。いやなる,なるほど、なるほど。で、ちゃんとおもろい、みたいなね。<laughs> ああそう、それで。あ、そっちの方がいいか。そっちの方が、なんか、いい感じするわ。その俺が、おお前ばっか考えて、でいいわすあ。オッケーオッケーオッケー,ッケー。二人やばいわ、やばいわ。確かにな。<laughs> なんなん、こいつらってなるもんね。じで取り返す何で取り返すとか言うな、西津。お前。いや、切れんな。こ <laughs> いつ。 まあしりとりでしょうなうど,どうしちゃったやむくんしりとりでしょうな、うん、俺ねあのしりとりの回あるじゃないですかはい、はい、しりとりのあのジングルじゃないですけど、はい、あのお互いしりとりやってくっていうの俺ねあれね今まで2回あったでしょ<ー>やっぱり、ね、1回目より2回目の方がねやっぱ精度高い<え>ってことは2回目より3回目ってなったらより精度の高いしりとりができるんじゃないかあ,あなるほどね <laughs> うぷってなるぐらいの <laughs> ええづくの今から一発ギャグしりとりで俺も体壊してるからでも一発ギャグしりとりは、はい、あれ、まあ、今後さ劇場のコーナーでもあるかもしれないから絶対ないやろあんな <laughs> 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 二度と <laughs>、うん、ちょっと文字は文字だけもらおうはいお願いしますあやむさんぬぬ えー、ぬいぐるみぎゅうわたっばんストップストップ審議審議はい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 こいつなんか今後半の方をもうそのこわべこいつなんかもうそのこんな感じでやりましたよ頑張りましたよみたいな雰囲気出してました今そのなんか勝負してなかったと思いますちょっと待ってよ<も>じゃあ勝負するのかあいちょこいこいこい,い俺にこい俺にこい哲さん「はい、し」「し」 幸せってなんだろうななんだろうなお前も変わらんやんかお前も変わらんっておいでも俺はまだちゃんとした日本語でしたいやもうお前いやでもうこの低い争いしたくないって俺お前言ってんのよだからしたくないっては <laughs> これよすっごいねここ <laughs> 本当に勝負しようちゃんと,と,ゃんと勝負するわバシッといくわもういくぞあやむさん2 ツルリンツルリンおい誰かラインの音変えたやろローキックハイキックローキックハイキック結構ここにキックお前 <laughs> ちょっと俺の俺のパクってるやんククル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 ミ割り <laughs> 人形のあもダンスアイムもうストライキ起こそう <laughs> 一発ギャグチリトリ反対って <laughs> 反対本当に キングオブレディオダザイの危ないトナイトもうこれ、ストライキです。<laughs> これは。国鉄以来の。あのー、ちゃんとさ、<laughs> 話し合おうな。話し合っていこう。労働裁判をしよう。<laughs> <laughs> うん、ちゃんと調停をもとう。本当に、歩き見る前で旗立てるよ。<laughs> 本当に。<laughs> 座り込みしてやろう。<laughs> このポッドキャストへのメールをお待ちしております。メールアドレスは kor.rkbr.jp。えー、Twitter でも皆さんからのご意見やご要望お待ちしております。ハッシュタグ、アブナイトでツイートしてください。よろしくお願いします。ずっと待ってるから。なんやお前それ。 ラ<笑><笑>ちょちょっとあのそのもうね一発ギャグしりとりの副作用がもういろんなところに出てる <laughs> そのなんかもうおかしくなっているんばああじああ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  謝るわ俺にお前もしとるかなみたいな二人で「ああ」ってなよこれは「ああ」メだこうさせてんだから一発逆ャしりとりんかんかならんかななんもなるかこうんか誰かのんかあのさ昔あったやん声で起きる目覚ましみたいなそれこそアイドルとかが「おはよう朝だよ」みたいな感じ一発逆ャしりとりで起きる人とかが出てくればいいなと思う本当。でボイスで出そうどっかで。 ああうん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 3人ともおバカボイスで出してそれで朝起きる人が出てくれば、うん、俺たちもうもっとちゃんとやろうとなる <laughs> そのあまりにもその腕力がなさすぎるわ、うん、振られた時の、うん、腕力とかの話でもないけどねもうね多分ねこうね出てくるワードのねボキャブラリーを増やすこれが俺たちの大事なことただ俺、うん、今回 2週前に言ったちょっと一つね俺の反省点がエンディングで話すべきなんやけどスタミナの話してたじゃないですかスタミナはちょっとずつついてきてる気がする最後までこう「いくぞ!」って感じののはどんどんなっていったんじゃないかなと思ったりはするついてないな相方がついてないなスタミナが。 相方がぼーっとしとった今目がトロンとしとったお前も一緒についてこいってそうやないやだからどうなんよ頼むぞ OK 任せろついてないな相方がそうですね眠いんですか眠くないいやでもまあ皆さんもういい時間ですよこれは本当にほんそろそろねそろそろお休みでこんなん聞かずに早く寝てくださいまあね水曜日の夜の悪ふざけの三十分はい <laughs> 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 <isn't there>? <laughs> 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 Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. K. Okay, do you know Aerosmith? Of course, I know. Do you know the name of the vocalist? Uh. Do you know why it's so acclaimed musically? <inadvertent�� Tru election> <Responsorship> <uced> oh! Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? <ion> what? Regular distribution every Monday and Thursday, and chat session Tokyo Backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it.